ウィリアム、話しておきたいことがあるの。祖母がくれた日記を読んでるんだけど、いとこのラモーナの日記よ。保護施設で働いてた。もう死んだけど、いろいろな秘密を持ってたようね。でも信頼できる人がいなかったから日記に書いていたの。日記の内容を無線で音声記録に送っておく。時間があるときに聞いてちょうだい。ポーランド語を翻訳するわね。1940年5月11日、3日間自宅に戻っている間にナチスが町にやってきた。そしてヤクブ・ブロジェクが殺された。頭を撃たれて、馬が道を塞いでいたから。初めてのキスの相手。このまま黙っているわけにはいかない。1940年5月12日、ナチスが警察署を掌握した。職員を探しているので応募してみようと思う。あいつらを殺す方法を見つけなくては。1940年5月18日、私は昼間保護施設で働いている。夜には警察署にいるナチスのために夕食を作りに行く。信頼されているようなので、ナチスを一人誘い出せそうだ。二人きりになれば殺せると思う。人殺しなんて初めて。戦い方も武器の使い方もわからない。そこは頭を使わないとダメね。大学時代が懐かしいわ。これから経験を通していろいろ学ぶことになる。1940年6月25日、ナチスは母親を強く慕っているみたい。パン屋の隣の納屋で私が刺し殺したナチスが、ママママとすすり泣いていたから手が震えた。ナイフを落としそうなほど。夜キスしようと言ってナチスを一人おびき出したのだ。1940年11月29日、ナチスはソーセージが好きみたい。なぜ分かったかというと、青酸カリで味覚が破壊された後も食べ続けていたから。白目を向いていたのにまだ口が動いていた。青酸カリは母の戸棚から拝借した。後悔の念に襲われるたびにヤクブ・ブロジェクを思い出すようにしている。ラモーナの日記よ。1941年5月2日、ナチスは絶頂に達すると眠くなるみたい。なぜ分かったかというと、私の中で果てた男がいるから。ロープで首を絞めてやると顔が真っ青になった。明日は18歳の誕生日。1941年5月29日、ナチスは動きが呪いみたい。なぜ分かったかというと、手榴弾の箱を抱えた私でさえ追い越せたから。多分妊娠したと思う。銃の使い方を知りたい。ラモーナの日記を。1941年7月6日、ナチスは警察署を死守すべきと考えているみたい。なぜ分かったかというと、手榴弾を7個投げ込んでも外に逃げ出す人がいなかったから。ナチスを殺すことは殺人になるのだろうか。私は兵士じゃないけど、兵士はナチスを殺す。私も兵士のように感情を抑えなくては。1941年8月9日、ナチスは騙されやすいみたい。なぜ分かったかというと、溺れたふりをした私を助けようとした男がいたから。アーマーをつけたまま軽く押さえているだけで彼はもがくのをやめた。やっぱり妊娠していた。母は気づいている。一人で暮らせるアパートを探さなきゃ。1941年8月30日、パン屋の3階に部屋を借りた。ナチスの赤ん坊をお腹から追い出さないといけない。母の戸棚にあった薬を飲んだけど全然効果がない。具合が悪くなっただけだった。ラモーナの日記よ。1941年9月3日、ナチスは無謀な運転をするみたい。なぜ分かったかというと、私がブレーキを壊しておいた車で崖に突っ込んだから。現場は見なかったけど新聞に写真が載っていた。大学時代の友人に八海湯で中絶した子がいる。彼女にその件について聞く手紙を書いた。1941年9月13日、ロンドンから手紙が届いた。八海湯を一瓶調達した。抗生物質は母から拝借しなければならなかった。明日は仕事を休むつもり。
1941年9月14日、耐え難い痛み、出血が止まらない。ラモーナの日記よ。1941年9月20日、まだ生きている。ナチスの赤ん坊は消えた。週末が終わったら仕事に復帰するつもりだ。患者が待っているわ。殺すべきナチスたちも。1943年7月5日、ナチスは反射神経が鈍いみたい。なぜ分かったかというと、赤信号でナチスを引いたから。何が来たのか分からなかったみたい。昼間だったから目撃者は大勢いた。攻撃の手を緩めないとそのうち捕まるだろう。1943年7月9日、ナチスの体はベーコンでできてるみたい。なぜ分かったかというと、昨日の深夜、ナチス9人を警察署で焼いたから。南京錠とガソリンがあると効果的だったみたい。コートがガソリン臭いと父が言った。とっさに言い訳をした。父に知られるわけにはいかない。1944年7月4日、ナチスはどうしようもないほどロマンチストだ。それが分かったのは、私が落とした手袋を拾おうとしたナチスの頭を隠し持っていたハンマーで殴りつけた時だ。男なら父からライフルの使い方を教われたはずだ。私が習得したのは、障害がある人の世話、遺跡発掘、論文の書き方。知り合いに軍人がいれば、両親の呵責を感じない方法を教われたのに。1946年9月23日、今日、男性患者が入ってきた。頭にひどい怪我を負っている。体中傷だらけで言葉も話せない。身元も不明。多分軍人だけどナチスではなさそう。会話ができたらいいのに。1948年7月10日、戦争が終わった。ナチスが勝利を宣言した。みんな平和を喜んでいる。涙が止まらない。私の戦争は決して終わらない。1951年11月16日、ナチスは気が短いみたい。それが分かったのは、アパートの窓から花瓶を落としてナチスの頭にぶつけようとしたからだ。残念ながら失敗した。そばにいたもう一人のナチスが、うちの部屋のドアを蹴破った。わざとじゃないと言ったが、顔を殴られ、ドレスに唾を吐きかけられた。頼りになる味方が欲しい。祖父と祖母は味方だけど、戦わせるわけにはいかない。1955年7月17日、ナチスは女性の好みがうるさいみたい。それが分かったのは、草原でピクニックをした時だ。その男は、髪をブロンドに染めたらキスしてもいいと言ってきた。それを聞いて吐き気を催した。でも笑顔を浮かべていれば、誰にも疑われない。彼は鎮痛剤入りのワインを飲んだ。私は彼を浅く掘った穴に転がしてきた。1956年12月24日、胸が張り裂けそう。生まれた頃から知っている人たちがみんなナチスになった。両親はそれを嘆いているけれど、ナチスに抵抗しようとしない。私は作り笑顔を浮かべて明るく振る舞っているけれど、両親に腹を立てている。33歳。この世界に一人ぼっち。1957年5月6日、戦い続けなければ。でも誰と？今ではみんなナチスになってしまった。少なくとも表面的には。もう誰の本心も見えない。1960年8月28日、デスヘッドの部下たちが2週間に一度施設に来る。長い間世話してきた患者たちを連れて行ってしまう。私は見て見ぬふりをしている。あいつらが憎い。諦めてしまった自分も憎い。でも、もう一人で戦える状況じゃない。そんなことを彼に囁いている。たまに彼の意識が戻っているのが分かる時がある。私の姿は見えているのかしら。彼は絶対に渡さない。日記はここで終わっているわ、ウィリアム。この日記に書かれていたことは、かなり前に起こった出来事も、私が関わったかもしれない出来事も含まれている。会いたいわ。出会う前から、ずっとあなたを求めていた。